守備は人間性が出るんですよって言ったんですよ。お、名言だなと思ったわけです。まあ、僕はねもうやめたんであれなんですけど、まあ、僕がいつも気にしてたのは親指の芯、これが硬いっていうことと、あとはまあフィーリングなんですね。でそこさえクリアしてれば自分で何とか肩できるという自信があったんで、そういうところをまず岸本さんにはお願いしてたんですけど、坂本選手の場合はどうですかね。基本ちょっとこう出来上がった状態だと柔らかくしていって、僕はもう試合の中でその取ってここにボールがあるっていう感覚が一致しないと、なんかやっぱダメなやつってやっぱり、あ、ここにあると思ったやつがちょっとなんかずれてたりっていうのがやっぱ基本的にそういうグラブにしかなかなかその自分のこの感覚に合ってるグローブっていうのが、まあこの2つ、この10年間ぐらいでこの2つしか出会ってないんで、その収まりみたいなところね。収まりですね、はい、もう本当それだけですね。そのね、グラブの収まりで、そのまあ実際ゲーム使っていく上で、まあ、手入れとかはどれぐらいの頻度でしてます？僕はもう毎日は磨かないです。その冷凍庫に入れるのもそうなんですけど、磨くとやっぱなんかちょっとこう柔らかくなる感じがあるんで、空拭きするぐらいの感じで、まあ、土のグラウンドで使った時はまあやりますけど、基本はあんまりワンカード1回手入れ軽くする、薄くするぐらいです。そうですね、はい、僕の場合はもう1週間に1回油つけるのは、それ以外は、空拭き、はいはい、泥落とすっていう程度で、やっぱ僕の場合はその柔らかいというよりかは重くなっていきすぎるのがちょっと嫌だったんで。僕重くてもなんか嫌じゃないんですよね。僕もそうなんです。その軽すぎるのはダメなんですよ、その持ってる感じがなくて。だからある程度の重さは必要なんですけど、まあ、そのあんまり重すぎない、長く使うつもりで当然使ってるんでっていうところで、まあ、グラブのやっぱりそのこだわりみたいなところっていうのはやっぱもう収まり一つですか。あと、まあ宮さんにそのここの強さっていうのは、あ、親指側の、はい、ここが多分柔らかいのはもう絶対僕は多分使えないなっていう感覚ありますね。その最初出会った時は水野だったっけ。いや、違います。だよね、はい、俺水野勧めた。いや、僕は宮本さんのやつ触らせてもらって、あ、やっぱり水野いいなっていうふうに思ってたんですけど、勧めたかどうかは分かりませんが、水野のために僕はちょっと貢献したとは思います。あと、その親指のことも宮本さんに聞いて、あ、そうなんだと思って、そこから一回硬いの作ってもらったりとかして、あ、やっぱり硬い方がしっくり感がね、はいはい、カチッてはまる感があるんで。好みの問題もあるんで、もうほんとふにゃふにゃの方がいいっていう人も実際いるんで、なかなか難しいですけど、まあ、先ほどちらっと拝見すると、ほぼほぼ一緒なんですけど、坂本選手の場合はちょっとここ丸まるんですよね。で、僕はそこ丸まるのが嫌で、バーンとこうやって開けておきたいんですよね。僕も一生懸命こうはするんですよ。あ、そう。一応開いといてほしいんで。なるほどなるほど。でもなんかこうなっちゃうんですよね。まあでも基本的には似てるかなという感じはしますね。アマチュアの時からずっと考えたら、やっぱり全然こだわりっていうのは変わってきた。全然違いますね。僕どっちかというと柔らかいのじゃないと使えないって、ね、プロ入って最初の方もずっとそうだったんですけど、今はもう柔らかいのなんか絶対使えないなと思っちゃいます。はい、僕はもう高校の時、まあ僕は高校の時一つ上に立浪さんがいらっしゃって、で立浪さんの片付けがすごく上手で、教わって真似して、でプロ入ってね、その一回宮本ちょっとグローブ行こうくれと、でやったら、お前肩してんなって言うから、いや立浪さんに教わったんですよって言ったら、俺そんな教えたって言われましたけどね。それぐらい、まあ本人は多分自然にやってたんでしょうけど、僕はもうその田澤さんに肩の付け方を教えてもらって、まあ自分なりにこうやって。守備がアマチュアの時から上手い人は肩を付けるの上手いかもしれない。ね、でも昔の人って比較的肩付けは上手だったね。だから今その水野の人に聞いても、やっぱり最初に柔らかい方が売れるっていうのを聞いたことがあって、やっぱりその全体的にその肩を付けるのが
僕らの時は柔らかい革がなかったから最初から、だからどうしてもつけないといけなかったんで、俺らの年代っていうのは多分それなりにみんな上手に作れて、どん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 やっぱりその質が良くなっていって、いろんなものが出てきて、まあその片付けが苦手だったりとかっていうのはあるかもしれないですね。今もいい状態で、そうですよね、もう極端に言うとすぐ使えるグラブもあるし、はいはいはい、僕らの時はもうそれはもう絶対なかったんで、まあ、そこの差みたいなのはあるかもしれないですね。今度ね、今ミズノのグラブをちょっと新しくその開発にちょっと携わってるんだけど、初めて化学工場、僕俺現役の時一回も行ったことないの、ある？はい、もうないです。ないでしょ、はい、絶対一回行った方がいい。俺ね、すげえ後悔して、遠いのね、岸本さん岸本さんのとこ遠くて、すごくなかなかこう足運べなかったんだけど、実際にやっぱ行った時にパーツパーツにそのやってる人がいろいろいて、これはね、やっぱり辞めるまでにやっぱりそのできたら、まあ今年1年終わってちょっと1日作って行って見てみると、水野のそのグローブの凄さであったりとか、その人が、あ、こんだけの人が携わってるんだって思うと、多分もっと思い入れ強くなるかなと思うんで、ちょっと行きます、おすすめします。はい、グラブ選びって、まあでも本当好みの問題もあるんで、うん、何が正解かとかって多分ない、うん、そうですね、と思うんで、まあ、宮本さんさっき聞いたら1週間に1回しか塗らない、オイル塗らないとか、まあ、ずっと使っていくうちに、あ、塗らない方が状態がいいなとか、あ、何日に何回塗った方がいいなとか、その守備にちゃんと、なんていうんですかね、興味を持ってやってると、グラブにもすごく興味がもっといくと思うんで、まあ、そういうふうに守備にもっともっと興味を持って、特に、ね、高校生の時ってバッティングバッティングってなりやすいんで、守備にも興味を持ってやってくれると、多分グラブに対してもすごく愛着というか、まあ、そういうふうにグラブとは接してくれたらいいのかなというふうに思います。もう今聞くとね、水野の方に聞くとオーダーして、僕らがプロで使うのとちょっと違って、あ、ちょっと違うなってなった時にもう取り返しがつかないわけですよね。そうですね、だから僕はそのやっぱり家計の問題もやっぱりあると思うんで、いろんなとこ行ってはめてほしいんですよね。で、あ、これいいっていうのが出てきたりもするんで、そういうこういろんなことをはめて、あ、これがいいんじゃないかみたいな方が結局は自分が使いやすいグラブに当たるんじゃないかなっていう感じはするんだけど、市販がね少ないの今。あ、そうなんですか。市販で置いてる数が少ない。あ、みんながオーダーするからって。ね、今その環境がちょっと違ってきてるんで、だからそれだけにまあ、その市販を買うにしてもオーダーするにしても、やっぱり言いたいのは、やっぱりお父さんお母さんが一生懸命働いて稼いだお金でグラブを買ってもらってるんだから、やっぱりそれはすごく大事に、もう極端に言うと命の次に大事だと思うぐらいね、大事に扱ってもらえれば。あと、まあ、ちょっと違う話ですけど、一回彼と話した時に、まあ、いろんなちょっと話の中で、守備は人間性が出るんですよって言ったんですよ。その時に、お、名言だなと思ったんですやっぱり守備、まあ、そのグラブ一つにしても、細かいところにこだわりを持ったりとか、ゲーム出てる時に細かい動きを気にしたりとか、一生懸命やってると仲間の信頼も得られて、やっぱり仲間の信頼とかベンチの信頼っていうのは非常に重要なポジションなので、そういうのもね、グラブを通じて、まあ、野球に取り組む姿勢であったりとか、人間性を磨いたりとかっていうのは心構えとして持ってね、やってほしいなと思います。どうですか。僕はもちろんそのピッチャー打ち取った球を何らかアウトにするっていうのが一番大事だと思うんですけど、ショートっていうポジションは本当に周りを見ながら、まあ、外野の連携もそうですし、セカンドに対してもそうですし、サードに対してもピッチャーに対しても、まあ、僕はすごく見るようにしてるし、気づいたことがあれば、まあ、今は特にもう年上なんで、結構プロ野球選手でもそのキャッチャーのサイン見てないセカンドがいたりバッターによって守備じゃあんまり変えないなこいつとかあんまり考えない選手って結構いるんで、
パーって言ってあげたいなっていうのは、そういうところもショートってすごい大事なのかなっていうのはすごく、一番こう角度的に見やすいんで、キャッチャーもファーストもサードも。もうその通りだと思います。あとはそのやっぱりショートってゲームをキャッチャー同様動かしていかないといけないので、坂本選手が言ったようにそれだけ見れてるということは絶対自分で動かしていってるんで、いや向こう狙ってるからセカンドもうちょっと行けとか、そういうのがもう完全に見えてると思うので、それがもうそのショートの醍醐味というか、基本的にはキャッチャーだとは思うんですけど、やっぱキャッチャーショートがしっかりしてるチームっていうのは僕は強いと思ってるので、まあ、そういった意味ではもう今坂本選手が言った全てもうその通りだと思います。はい、いつまでもロマンのあるもの、なんかこういつその新しいグローブなんか特にそうなんですけど、なんか心躍るというか、野球選手、まあ、これはどのポジションの人も一緒だと思うんですけど、やっぱグラブ見たときにやっぱりその、まあ、スポーツで言ってもそうなんですけど、どうしても先に絶対グラブ見ると思うんですよね。でこうロマンのあるものだなというふうに、まあ、多分これは60になっても70になってもそうなんじゃないかなというふうに思って書きました。相棒です。はい、まあ、未だにやっぱり試合中守備ついてると頼むぞってグラブに対してもやっぱり思いますし、まあ、自分の腕次第なんですけど、本当にね一緒にグラウンドの中で戦っている体の一部でもあるので、はい、相棒っていうふうに書かせてもらいました。今日はあの2人の貴重なお話聞かせていただいてすごく勉強になりました。まあ、以後、まあ、グラブ作りに生かせるよう坂本選手にもいいグラブを作れるよう頑張ります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。色紙もらっていいですか。ありがとうございます。これは捨てといていいですか。こっちは大丈夫です。